にちは。美味しいものが食べてよしだよ。あ、最近よ、これなんか話題になっとるぜ。はいはい。ちょっとね、やっぱ買ってきてみたでよ。おー、ほんなら行こめやか。このチャンネルでは美味しい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をしてこれからもご覧いただけると嬉しいです。はい、じゃあね、湯が沸騰してきたから茹でていくよ。はい、これはね、16分茹でなんだって。はい、まだ2分以上あるんですけどね、ここでちょっとしたコツなんですけど、この辺りでね、この茹で汁をねすくってお皿を温めておくんですよ。で、この茹で汁って実は最後調整で使いますんでね。はい、もう間もなく茹で上がるんですけどもね、今日使ってる麺はね、結構太いやつです。これ名古屋でいうところのあんかけパスタに使う、麺ですね。イタリアでもねこういうのあるらしくて、ベルメチェッリっていうらしいです。その2.2ミリですね、太いのを使っていきますよ。この方がね食べ応えあるし、多分ねこのソースには合うような気がしますよ。はい、茹で上がったらね、これを一回ザルに入れて、はい、ちょっとねザルに入れていきます。でね、フライパン洗わなくていいよ。製品にはねサラダ油って書いてあるけど、ちょっとねコクを出したいのでね、ラード入れましょうね。大さじ1杯。はい、じゃあ火をつけて、はい、麺を戻すよ。そしてね、油をこう回し絡めるような感覚ね。そしたら、はい、これソースね、これ入れて、はい、かき混ぜていきます。ちょっとくっついちゃったな。まあいいや、ソースがね温まればいいよ。あ、なんかすごいいい香りしてる。うん、あ、これは期待できるな。で、これだとねちょっとなんていうかな、汁気が少なすぎるんですよ。で、さっき取っといたこのスープ、あれ、あ、そう、茹で汁ね、なんかレロレロだな。それをねちょっと、入れてやって、はい、火を止めて、はい、じゃあ盛り付けるよ。はい、具入りケチャッピーで作るナポリタン完成です。ブラックペッパー入れようかな。なんかちょっとこれでパンチを効かせましょう。はい、じゃあね、早速食べてみようと思うんですけども、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。最高。まずね、第一印象なんだけど、炒めてる時のその香りっていうのかな、ものすごくね深いんですよ。いい香りしてます。いただきます。めっちゃうこうめ、うん、これは美味しい。
粉チーズ、味変ってわけじゃないんだけどね、めちゃくちゃ合うと思うよ。それとタバスコ、これもねちょっとだけ、あの辛いの好きな人はね、いっぱい入れちゃえばいいんだけど、ちょっとだけね入れてみようかな。あ、これほんと美味しいわ。しっかりとこうトマトの酸味が感じられるんですね。ケチャップでイタリアンとかナポリタン作ろうとするとね、どうしてもあの甘ったるくなっちゃうんですよね。これはね酸味がしっかり効いてます。だけど酸っぱいばっかりじゃないんですよ。しっかりしたその甘みも、下からコットをこう支えられてる感じですよね。でね、チーズ入れることによってこのまろやかさがまたプラスされてね、これほんと美味しい。よくできてるなこのソース。うん、美味しいもの食べてる時ってほんと幸せですよね。美味しかったこれ。うん、あの食べながらもね言ってたんですけど、あの香辛料とかそのハーブ類ですよね、それのバランスもすごくいいし、だから一番はねやっぱりトマトの酸味がしっかり感じられること、それと、下からグッとこう支えるような甘みね、あの玉ねぎ炒めたようなその甘さがグッとこう下からこう上がってくる、もうこれね最高。これをね、どう、麺茹でた時間ほぼイコールでしょ、あ、まあそっか、お湯が沸騰するまでの時間もあるか、全部合わせてもねだって20分ぐらいですよ。でこのクオリティはねちょっとないな。あのレトルトのじゃないんだけど、これは美味しい、ほんとおすすめです。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできると嬉しいです。料理は愛だ。またね。うん、大したもんだ。